おー、気持ちいい。あー、やっぱりお昼から風呂入るなんて、ちゃんと贅沢だよね。でもなんでだろう、カリンちゃんがチャイが入った後のこのお湯捨てないでって言うんだけど、何に使うのかしら。あ、もしかしてチャイのエキス入りということで世の中の男たちに売っちゃうのかしら。もうやだカリンちゃん、そう言ってくれればもっと協力するのに。あー、気持ちいい。こんなチャイのセクシーな入浴シーンを YouTube に流っちゃったら、いいねボタンを押す人増えて1万いいねぐらいいっちゃうかも。ねえ、